F1 第8戦モナコグランプリ予選、2024年5月25日モンテカルロ市街地コース、1周3、337キロ、世界3大レースの一つ、F1 モナコグランプリの予選が行われ、母国 GP 初優勝を狙うフェラーリのシャルルルクレール、モナコが1分10秒270で今季初、通算24度目のポールポジション、 pp を獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペン、オランダはマシンをウォールに当てるミスで6番手に終わり、開幕からの連続 pp が7000連続、昨季最終戦アブダビ gp からの連続 pp が8000連続でストップ。バエイクサ・エミリア・ロマーニャ gp で93年アランプロストの開幕7000連続 pp。 88年スペイン GP から89年米国 GP までのアイルトン・セナの8000連続 PP に並んでいたが、記録更新はならなかった。2番手はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、オーストラリア、3番手はフェラーリのカルロス・サインツ、スペイン。RB の角田・裕ロは8番手につけ、4年の佐藤・拓真、当時 BAR ・ホンダ、 に並ぶ日本人ドライバーのモナコグランプリ予選最高順位となった。予選1回目、Q1 は13番手、2回目、Q2 は9番手で通過していた。共にモナコグランプリ優勝経験があるアストンマーチンのフェルナンド・アロンソ、スペイン、レッドブルのセルヒオ・ペレス、メキシコがそれぞれ16、18番手で9位敗退という波乱があった。